シューマンのピアノ作品にはね、もうね、憧れとね、青春が詰まってる。もうほんとちょっとしたことでもう心躍ったり幸せになったり、もう涙したりっていうようなね、趣が詰まっていて、でそれは私は若い頃、デビュー版もシューマンでしたし、もっと言えばもっとその前の高校生の頃はもうシューマンの曲を弾いては、あ、なんて美しいんだろうと思って涙してたような自分がいて、気がついてみればそういった思いっていうのはどんな論理的なことをやっていても実は持っていて、こう根底に流れていて、で今なんかそれをこう積み重ねてきたものをあえて剥がして、その中から出てくる自分というもの、自分が向き合う音というものを見つめたいというのが今のシューマンです。私の中ではあの曲はシンプルなメロディーの中に過去の思い出とか懐かしさとか切なさとかも聞くことができるし、なんか現在のさまざまな思いも聞くことができるし、まだ見ぬ世界、まだ知らない感覚、もっと知ってみたい感覚であったりとか、憧れているけれどもまだ到達できていない世界とか、今自分が知らないけれども実はもっともっと美しいものが世の中あるんじゃないかっていうような、その全ての感覚をシンプルなメロディーの中に見出すことができて、一つの時間にさまざまな時間軸が同時に存在することができるって、これね、シューマン の素晴らしいところだと思うんですね。形とか、練習曲でいろんなテクニックが出てきたりとか、サウンドもシンフォニック、ね、国境的というぐらいこうシューマンとしては非常に立派な重厚な音遣いをしているんですが、でもその中にほころびて聞こえてくるシューマン の若き日の、例えばすごく正義に向かってね、いざ進まんというような気持ちであるとか、もう清らかな世界を愛するような心とか、でもこう神に祈ろうというような気持ちとか、涙に暮れるような、もうそんなのがこの立派な形のそこかしこにふわふわふわと見えてくる。だから、それがシューマンなんですよ。フィルと歴史的な録音をたくさん行ったというこの教会なんですけれども、なんかね、弾いていると音がその教会の中の木材、木にね、こう吸われていくっていうような、ね、すごくナチュラルな感覚がありました。常に私の中にシューマンはいたんですね。けれども成長したいと願うそのプロセスの中でちょっと蓋をしていた部分があったかもしれないですね。それはあったかも、若い頃にはこんなにこうビビッドにいろんなことを感じていたのをこう理屈でもってこう考えるようになるじゃないですか。よく覗いてみると自分の中は繊細だったり壊れやすかったりとか、まだまだなんかいろんなものに憧れていたりとか、でそういうものを改めて引っ張り出してみたというような感覚。でも若い頃とはもう厳然として違うのは、若い時にはいろんなことに憧れたり不安を持ったりしても、その未来というのは限りなくある無限大なものだった。無限大だから不安に思ったりしたけれども、年齢を経てくると
それには限りがあるということが分かってきて、でも限りがあるからなおさらその瞬間瞬間を感じることのできる感覚が愛おしくなって輝くようになってくるというね。だからそういった大切な思いを音にしたいなというのが今回のアルバムです。